もあゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で今回ね、この辺、前回この辺に見張り台を作ったんですけれども、ちょっと場所を移動して、今はね、見張り台がこっちに、見えね、こっちにね、地下。うん、ここにあります。なんかうちの町結構壁が高くなってるから、こういうところに作らないと全然見渡せないなっていうのが。こんな感じでね、うん。実際あんな、下の方に見張り台作ってもね、見渡したところで、街の壁が見えるよっていう感じだから。へい。どうしたのだ、あゆな。いつになく真面目腐った顔をしよってからに。しよってからにって言われても。また何かロシなやつにそれっぽいことを言われたのではあるまいな。それっぽいことって何そんなことよりあゆなよ。喜ぶがよい。我が輩は常にメルキドロクを読み解き。お。火を吹く石灯を使った強力な防壁を編み出したのだ。我が輩が編み出した鋼の守りなら、この町をさらにさらに強固に守れるだろう。さあ、あゆな、この設計図の通りに鋼の守りを完成させるのだ。もちろん、建設場所は西の方角だ。以前の防壁は一度壊してくれても構わぬ。まあ、壊すよね。鋼の守りに必要な鋼の大扉は、お主なら思いつくはずだ。てか、編み出したって言っても、あれやろ？メルキドロクを読み解いて、そこに書かれとったっていうだけやろ。鋼の大扉。すべて鋼で作られた丈夫な扉。すごいね。なんかほんと頑丈そうやった。こっちじゃない。建物、設計図、鋼の守り、どこ？あ、これや。バリケード、鋼の大扉、壁掛け、火を吹く先、トゲ罠。バリケードぐらいかな。作らんといかんの。じゃあちょっととりあえず、作って。よいしょ。お、ピリンがなんかしよる。バリケード、ん？ないな。こっちか。あったあった、バリケード。じゃあこれを、何回分だ？ 2 回分。へい、もう1回ね。はい、バリケード10個。で、次、鋼の大扉、まだ作れんやん。他に作るために必要なのは、鋼インゴット。鋼インゴットか。6個。作れない鋼インゴット。鉄のインゴットがいる。ってことは、鉄のインゴットを4回分かな。鉄のインゴット作った。1回。はい、これで2回。なんでピリは見守りよん、ああやって。なんか周りに置いてある武器とか防具。あの辺ね、なんか、自分がつけとる装備品が、ちょっとまあ、いっぱいになってきたから、とりあえず飾りとして置いておこうと思って、なんかそれっぽく見えん。てかまあ、とりあえずあれなんやけどね。捨て方がわからんっていうだけやけど、まああれはあれで綺麗やろってことで。へい、鋼の大扉を1個作った。これで、あとは、さあ、バリケードを作りに行こうではないか。へい。びっくりした。誰か燃やされよりよ。とりあえず、ここを1回破壊せんといかんけん。よいしょ。は。なんか壊すのにも時間かかりそうやね。武器を大金槌の方に変えて、おし、結構かかりそうな感じがするけれど、まあとりあえず。てかいつも思うんやけどさ、この下にある鉄罠ってなんか何回か使ったら取れるよね。壊れるというよりも取れるよね。あれなんやろ。まあ別に拾ってもう一回設置するけんいいんやけどさ。おし、これで、私が火で攻撃されることはなくなった。でも次の鋼の守りでも、あの石像を使うんやろ。大活躍やん。なんか魔物たちに崇められよったはずやけどね。あれ超怖かったもん。てか今このね黒い石像、この石像を取った場所ってどうなっとんやろ。今はもうなんかみんなが何もない場所に向かって祈りを捧げよんかな。いや、そんなことはないか。多分予想としてはあの石像があったピラミッド、あっこに入っていったら、あっこに入っていったらもうすごい追われるんだと思う。あいつだーみたいな。石像を文字去ったやつだーみたいな感じで。あ、めっちゃでかいね。この辺かな？ファサッと。やばい、なんか、分厚い感じが半端ないね。あ、ああやって、あっこに向かい合わせで石像を。まあ、でも石像を置くのは一番最後やね。じゃないと私、燃やし尽くされてしまう。鋼の守り作ってる間に。自分とこの防御壁に殺されるっていうね。とりあえず周りはこうやってやってって、ここは扉が来るけん避けて、んでよいしょ、ほい、うん、周りはこれで OK。 んであとバリケードと鉄罠、あ、扉を、まずは扉をつけとこうか。これを、ここか。ボン。おー、でかいな。扉でか。この扉は破壊されん扉かな。やとしたらあれよね。後から普通に村の入り口とか、もう扉あれに変えとったら、もう入り口を破壊されて入ってこられたってことがなくなるわけやろ。いいやん、いいやん、それ。あと、なんだ？鉄罠。どこ？どれ？あ、あった、これ。とりあえず全部出すけど、足りるかな？とりあえず置いていこう。よいしょ。待って、草邪魔。は。てか、いつも思うんやけどね。大金槌でどうやって草を刈りよんやろ。ねえ、なんかテクが必要になるんじゃないあれ。よいしょ。鉄罠が足りんくなったけん。とりあえずね。下の鉄罠を壊して、上に代用するっていう方法を。よいしょ。後からまたこっちも設置しとかんといかん。え？拠点を狙うモンスター来たけど。まあ、とりあえず、放っておいても、周りの罠が、ね、張り巡らされとるけん。てか、こっちからこんのや。西側やろ、こっち。あ、普通に、イベントっていうか、クエストっていうか、あれの時以外はいろんな方向から来るってことかな。あとは、なんか、壁掛け松明もいるみたいやね。壁掛け松明が、左右、石像の斜め後ろあたりぐらいにある。てか、あっこ段いるんや。ちょっと待ってね。そっか。ペラッと2段で終わっとるわけじゃないんやね。もっと立体的な感じ。よいしょ。じゃあちょっとこう重ねていって、よいしょ。こうなって、んで、よいしょ。んで、この段の一番下あたりに多分、壁掛け松明が来るはず。よいしょ。お！いいね。てかまあ、さっきの2段の状態じゃ全然強化された感じはせんよね。よいしょ。ちょっとここを作りすぎた。こんな感じか。で、ここの一番下、ここじゃない。もう一個上か。これ自分で足場作ったやつだね。登るために。壁掛け松明、これ。よし。んで、これを、ここに。へい。おー、いいね、いいね。んで、次、向こう側ね。向こう側に。もう別に足場なくっていいか。ジャンプで届くんじゃない？へい。おし、オッケー。で、あとは、石像。この像を、置ける？置ける？あ、これ、手前になってないかな？気のせいかな？ここ壁邪魔じゃない？置くの邪魔じゃない？ねえ。とりあえず、一回壊しといてからのになるね。二度手間だ。そっかそっか、石像を置くために、一旦壊さないとダメなのか。ここ作る前にやっとけばよかったね。一番最後にポンって置くってことは不可能か。よいしょ。待って、置けない。ここ？あ、違う。もう一個向こう。なんかさっきからね、スライムが私の拠点をね、虎視眈々と狙ってるの。まあ大丈夫やけどさ。後ろ向きに設置してしまった。ちょっと待って。まだこっちの方？どこ？あのまんま前に行ってくれたら、邪魔。せっかく作ったのに、めっちゃ破壊していくっていう。おし。これで、またこっち側を、トントンと。おー、してきた！やったね。設計図鋼の守りが完成した。んで、ロロルドは走ってこない。から、ちょっと街の中戻れない。どこ？これか。ロロルド、どこ？もう寝ているのか。どこだっけ？あいつだけ起きてんだな、ずっと。やっぱり。おいしょ。ここじゃない。ここじゃなくって、ロロルド。なんかゴーストが近づいてきよるような。あっこや。こっちじゃない、こっち。へい。んで、爆睡しおるね。起きて起きて。うおー、ついに鋼の守りが完成したか。完成したよ。これがあればどんな魔物が来てもこの町を守れる。素晴らしい。素晴らしいぞ。どんな魔物でも、マジで。何？この防壁ならゴーレムが攻めてきても町を守れるのかだと？そうそうそう。忘れたのか、アユナ。ゴーレムはこのメルキドの守り神だったのだ。ロッシーに何を吹っ込まれたか知らぬが、ゴーレムが我らを滅ぼすはずがなかろう。ましてゴーレムがメルキドを支配する魔物の親玉とは、我が輩は絶対に信じぬぞ。まったく、根も葉もない噂で皆の不安を煽り寄って。ああいう存在は町の発展の邪魔になる。いずれ処置を考えにもならぬかもしれんな。処置って何？とにかく、よくやったぞ、アイナ。素晴らしい防壁ができたな。わっはっはっは。クエストコンプリート。命の木の実ゲット。あれだな。ロロルドとロッシは、犬猿の仲というか、意見が全く合わないというか、怖いね。そのうちなんか暴動起きるんじゃない？よいしょ。はい。ということで今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter の方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。結構暗くなってしまった。まあでも、することは終わったけんね。